地元の企業がシェフの料理を材料費だけで売ってくれるやつが火曜日と金曜日なんだけど、まだ今週もやってて買ってきた。サーモン昨日食べて美味しかったから、サーモン4個とビーフ2個とチキン2個とスープ系53ドル。これでさっき買ってきたこのスープ、これは冷凍になってなかった。冷凍で入れていいってことなのかな。まあちょっと冷蔵庫に入れちゃったけど、2個買って、これ1個分のポーション、めちゃめちゃたくさん入ってる。これはまず今日アピタイザーで食べようとしてて、このスープ、ポテトのスープと、あとこのスープにこのパンついてきたの。だからこのパンと一緒にまず食べようとしてる。その容器も使えるね、お弁当に。なんかフォカッチャみたいな、フォカッチャブレッドみたいな。フォカッチャっていうパンあるじゃん、そんな感じ。ハーブの、ハーブが効いてそうな、こんな美味しそうなパン、ローズマリーみたいな匂いする。スープこの量でね、2ドル50だった。めっちゃ安い。2ドル50だったらさ、缶詰のスープだってそれぐらい値段だもんね。これにパンが1個ついて2ドル50。前菜のスープとパン、よくポテトのスープにネギ入ってるから、ネギ合うならネギ入れたい。淡白、あっさりだね、本当にすっごいあっさり、見た目よりもっと濃いかと思った。あ、でもさ、もう缶詰だったらこんな薄いことない。ネギいる？それだけ。パン美味しい、スープも、美味しい。このさ、スープは薄いけど味が、これとこのパンのなんかこの香料の感じ、味がついてる感じと、このバター塗って食べるじゃん、このバターの塩分、これでなんかこの3つでちょうどいい感じ、すごいいい感じ。うん、今日のメインはサムギョプサル。小分けして冷凍しといたネギ、うちは冷蔵だった、
ちょっとまだ開けんでね。今日はなんか朝から雨。ありがとう。ありがとうございます。包むやつ、ネギ、サムギョプサル、サムジャン、ごま油と塩。いただきます。海苔も持ってきた。ニンニク、ありがとう。海がニンニク持ってくれた。美味しいね。口の中で混ぜ合わせる感じ。減ってない？あ、減ってるよね。一口ぐらいだけですよ。減ってるよね。私がコーヒーの味のやつ好きって言ってたのに減ってるよね。おいしい。なんかさ、下の方がなんか。この間よりもっとエスプレッソのソースがめっちゃ入ってる感がする。おいしい。やっぱさ、カフェインと砂糖と乳製品のこの組み合わせ最高。だからフラペチーノとか美味しいんだよ。なんかいっぱい。何してんの？動画撮ってんじゃないの？いや、だから本人がそれ食べる様子を撮ろうと思ったんだけど。
もう私はお腹いっぱいで何も食べれないから。ビューティービューティーまずカメラ曲がってっけどね、1枚ずつ見せてくれんの、ありがとう。